こんにちは、ガンちゃんです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。このチャンネルではね、ファン目線、スコアラー目線で様々な角度で野球の話をしています。今日はですね、新外国人調査レポート2022ということで、北海道日本ハムファイターズが獲得交渉中のレナート・ニュネス三塁手について話していこうと思います。新外国人調査レポートシリーズではね、各チーム来季へ向けて補強する外国人選手を数多く紹介するシリーズになっていますので、チャンネル登録まだの方はぜひこの機会によろしくお願いいたします。まあ、今季はですね、下位に低迷しました北海道日本ハムファイターズではありますが、まずは監督人事ということで新庄剛志監督登場というサプライズがありましたが、戦力面を見渡しますと、チームの主軸を打ってきた中田翔選手がジャイアンツへ移籍しまして、リーグワーストの75本塁打、有原投手もメジャーへ移籍しまして、投打の主力を欠いたファイターズは苦しい戦いを強いられた1年間でした。まあ、チーム打率はですね、2割3分1厘とリーグ最下位で、規定打席到達者が最高打率の選手は近藤健介選手の2割9分8厘、まあ、その次が浅間選手の2割5分1厘で、期待の西川遥輝選手は打率2割3分3厘と26位に低迷します。得点力不足であったのは明らかです。まあ、そこで今回の補強第1弾、新外国人のレナート・ニュネス選手ですが、早速行ってみましょう。レナート・ラファエル・ヌネス内野手、1994年4月4日生まれの27歳、右投げ右打ち、身長は185センチで体重は99キロ、ベネズエラのカラボボ州出身で、2010年にアマチュア FA でオークランドアスレチックスと契約しプロに入ります。2016年にマイナーリーグ AAA のナッシュビルサウンズでプレーしまして、128試合に出場し、打率2割2分8厘ながらも本塁打23、打点を75を記録しまして、9月12日にメジャーデビューを果たします。デビューして2年間は成績も出ずに、2018年にはボルチモアオリオールズに移籍します。徐々に成績を上げていきまして、2019年8月14日ヤンキースタジアムで行われました対ニューヨークヤンキース戦で、自身初となります1試合5安打をマークします。2019年のシーズンは151試合に出場し、打率2割4分4厘、本塁打31、打点90というキャリアハイをマーク。パワフルなスイングで前半戦に20本塁打を記録しまして、年間31本塁打のうち約8割以上のホームランが推定飛距離122メートル以上の特大弾でした。しかし143三振と選んだフォアボールが44個で、長打率は4割6分でしたが、出塁率が3割1分1厘と低く、長打率と出塁率を合わせました OPS に関しては 0.771 という結果に終わりました。オリオールズのブランドン・ハイド監督も、広角に打つように意識すればもっと成績は上がると期待を寄せていたのですが、この頃から今シーズンまでボルチモア・オリオールズのチーム自体が大変低迷期でございまして、チームは暗黒期に入っており、シーズン100敗以上する状態が続きまして、3年連続ア・リーグ東地区最下位に沈むというシーズンでしたので、相手チームとの対戦もそこまで緊張感がシーズン終盤まで続いていたとは思いませんので、ヌネス選手の成績がそのまま実力に反映されるかどうかはまだ未知数です。2020年には52試合に出場しまして、打率2割5分6厘、本塁打12、打点31と成績を落としてしまいまして、2021年にはデトロイトタイガースで移籍、しかしメジャーとマイナーの行き来を繰り返しまして、自由契約となってしまいました。このヌネス選手の特徴は何といってもその高い打球角度でしょう。ホームランを放った時の弾道は滞空時間の非常に長い打球を放ちまして、ライナー性で放り込むというよりはハイフライボールを打ち上げるタイプのバッターです。ボストンレッドソックスの本拠地でありますフェンウェイパークはレフトのフェンスが異常に高い、通称グリーンモンスターという高いフェンスがあるのですが、そのグリーンモンスターをも軽々と越していく打球を放てる打球は魅力的です。下半身の力を目いっぱい使ったフルスイングの弾道は、広い札幌ドームのフェンスでも軽々とオーバーフェンスすることは間違いないと思います。主にメジャーでは DH での出場が多かったために守備力に関しては未知数なんですが、オリオールズでは主に三塁手として守備機会につきまして、2018年には67試合で12失策、守備率も9割2分4厘とそこまで高い成績は残せていませんので、おそらく日本では DH での出場か、もしくはチーム事情によりましては一塁での守備になるのではないかと思われます。盗塁はほとんど記録していませんので、塁に出られても走られる危険性は極めて低い選手だと思います。
さて、今日は新外国人調査レポートということで、北海道日本ハムファイターズが獲得交渉中のレナート・ニュネス選手について話してきたわけなんですが、結論から言いますと、このニュネス選手は相当打つバッターだと思います。まずストレートにめっぽう強いバッターでして、インハイの直球もそこまで厳しくない高さだと腕を折りたたんでレフトスタンドへ持っていく技術があります。そして左投手の縦に変化するスライダーもうまく拾い上げまして、レフトへ高い放物線の本塁打を打てる対応力もありますので、このニュネス選手を打ち取るにはインコースの膝元にスライダーなどの変化球を配置してファールでカウントを稼ぎ、最後はアウトコース低めにフォークやスプリットなど落ちる球で仕留めるしかないと思います。横の変化球の揺さぶりももちろん有効だと思われますが、リーチが長いためにアウトコースのスライダーが甘く入りましたら痛打を浴びる危険性が高いです。力と力の勝負であるパリーグの野球ではこのニュネス選手は対応するのではないかと思われますね。新庄監督を迎えて低迷からの脱出を図る北海道日本ハムファイターズ、打線の中軸を任せられるバッターを固めていかないとスタメンオーダーを組むのは難しいでしょう。このニュネス選手がクリーンアップにしっかりと座ることによって、近藤健介選手やサードを守る野村勇希選手などの打撃も向上すると思いますので、日本ハムが調査中のニュネス選手の今後の動向にも注目ですね。さて、この新外国人調査レポート2022では各チームの来季新戦力補強に関する外国人選手を数多く紹介していくシリーズとなります。次回も12球団の戦力補強情報が出ましたら選手を動画で紹介していきたいと思いますので、お楽しみに。そして番組よりお知らせです。コケー三照タイガース TV のオフィシャルショップを開設いたしました。今着てますね、このポロシャツですとかトートバッグなど、コケー三照タイガース TV のオリジナルグッズをオンラインでお買い求めできるようになっております。今後も商品ラインアップを増やしていく予定ですので、よければですね、概要欄にリンクを貼っていますので見ていってください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。